そしてですね、次、セクション 4.2.2 は、知っておくと便利なコースというのが一応ありますが、ここはちょっと数学的なお話になるので、どういうことを話しているかだけ紹介しておきます。ここでは関東対というですね、この数学的な構造を対象とするんですけれども、一応ここはこういうものがあるというだけ聞いてもらえばいいです。数学では関という世界があってですね、これは大数学のでよく使うんですけれども、過去を足し算と、それから乗法掛け算の演算が定義された集合のことを関と呼びます。でよく使われるのは、整数の集合ですね。整数の集合に足し算と掛け算が定義された整数間。それから、多項式の集合に多項式の足し算と掛け算が定義された多項式間なんていうのがあります。それからあと解というのもありまして、これは今我々も使っていますけれども、加法と乗法に加えて、乗法ですね、割り算も定義された集合ですね。これを解と言います。我々、皆さんもよく使ってきたのは、有理数の集合、全体の集合、有理数体、これは Q というふうに書く、慣例的に書いています。それから、実数全体の集合ですね、ここでも使ってますが、R という集合で書かれております。それから、多項式分の多項式っていうのは有理式って呼ぶんですが、こういった多項式分の多項式の、分数式とでも呼ぶべき式全体の集合も実は体になっておりまして、これを有理式体とも呼びます。で、ここでやっているこの 4.2.2 以降で行っているのは、このファンデルモンドの行列式ですね、前回出てきましたファンデルモンドの行列式の別の証明でして、でここでは行列式を直接、実はこの教科書の第3章の定理では、行列式を直接計算してか証明しているんですけれども、この説での証明というのは、ファンデルモンドの行列式を多項式として扱って、多項式間で、どのような因子で割り切れるかというのを観察することで、証明するというやり方で、だから、行列式を直接計算しなくても、この多項式のいろんな性質を使って証明するということをやっております。実は、僕はこの計算機代数というですね、計算機でその代数学の計算を扱う応用数学の分野を専門にしているんですけれども、これは計算機代数でもよくある流儀の、証明でして、個人的には推しの証明なんですけれども、皆さんには数学を専門とした人はちょっと難しいかもしれないので、一応こういう証明もあるんだということだけお話をしておきます。興味のある方は、この証明自体は教科書の114ページに書いておりますので見てみてください。はい、それでは次にですね、4.3 節の階数と小行列式に進みたいと思います。小行列式ですね、小行列の方は以前にも定義を、しました。で、この小行列なんですけれども、A をM 行、N 列の行列とします。それで、この H という値がですね、この M、N、行数列数の最小値より以下の場合に、この A の H 次の小行列っていうのを考えるんですね。これは、A の H 行、H 列の小行列っていうわけです。で、A の H 次の小行列は正方行列ですので、この場合行列式が求まるわけです。そこで、この A の H の小行列の小行列式のことを、A の小行列というふうに呼びます。英語ですとマイナーですとかマイナーディターミナントという呼び方をします。で、ここで述べられている事実は、この A の小行列式で A のランクが分かりますという、話であります。これは定理 4.3 ですね。教科書115ページの定理 4.3 にあるんですけれども、この A が M 行 N 列の行列としまして、H を M と N の最小値以下の数とします。で、この時に A のランクが H 以下であるのであれば、またその時に限って、A の H 次の小行列で、行列式には非ゼロのものが存在するということで、A の何時かの小行列を取ったときに、行列式が非ゼロのものが存在すれば、A のランクは
その H と等しいかそれ以上、それよりも大きい可能性がありますよということを言うのがこの定義です。ちょっと証明は複雑、ちょっと複雑ですし、あと多分皆さんにはこれよりも優先度の高い計算の方法などもや身につける必要がありますので、ちょっとここはちょっと証明は省略しますが、興味ある人は読んでおいてください。